まあ、ゴミね。レベル3だ。8番のね。はい。お布団入ったらね、3秒で寝る。ナイス。なんでそこまで頑張っちゃったんですか？わからない。いけると思った。結構頑張ったっすね。頑張った。あの頃の私はいけると思っていたんです。なんか教習所のビデオとかで飲酒運転する前のやつが言いそうなセリフ。もう完全にお酒が抜けていると思って少しくらいならいいなって。そしたらどんぐらがしちゃーん、どんぐらがしちゃーん。飲酒運転ダメ絶対、ダメ絶対。僕の立ち絵を立花さんと僕の立ち位置変えたんですよ。立花さんが前で僕が後ろで。この誰の配信やねん。20回くらい立花さんの髪の毛の匂い嗅いでるんですかって言って。そうなの？ちょっと嫌かも。リブート実行。